スバルはハンドルの操作を補助する電動パワーステアリングの部品に不具合が見つかり、群馬製作所の操業を16日から停止しています。すでに出荷済みの新車にも不具合のある部品が使われていた可能性があり、スバルはリコールも含めて対応を検討しています。新たな部品の調達に時間がかかり、操業再開は早くても28日以降になるということです。群馬製作所で生産する新車の8割は輸出向けです。現時点で1万台以上に影響が出ているとみられ、操業停止が長引けば好調なアメリカでの販売にも影響が出かねません。